スメイルに到着したからには目指すはスメイルシティだな。なんとかしてクラクサナリデビに会う方法を探さないと。あ、そういえばクラクサナリデビについてあまり有用な話は聞けなかったけど、でもスメイルは知恵の国って呼ばれてるくらいだし、そのよし、じゃあまずはスメイルシティへはどっちに行けばいいか確認しないと。スメイルシティは見えなかったとしても、あ、ちょっと待った、あそこ通行人がいるぞ。ひひ道を探す手間が省けたぜ。こんにちは、オイラたち外国から来た旅人なんだ。道を聞きと、あれ聞こえなかったか、うん、おーいそこの人、悪いけど道を聞いてもいいか。どういうことだ、オイラたちが呼んでるのは絶対聞こえたはずだよな。ふん、まあそっけない態度だったけど、そしたらまた他の人に聞こ。ほらバレないようにこっそり追いかけようぜ。あそこの小さな滝のところです。うい、この洞窟は村につながる入り口か何かなんじゃないかと思ったけど違ったみたいだな。あ、見ろあそこに座ったぞ。まさかここに住んでたりしないよな。どうする、もう一回あいつに聞く。そうだな、せっかく出会った通行人だしな。たとえオイラたちをかん、あれなんかすっきりする匂いだぞ。あの香炉から出てるやつだな。質素な住まいだけどこんな香りの中で瞑想できるのって。あ、お前どうしたんだ、急に顔色が。え、香りでそんなに気分が悪くなったのか。おい、どうしたんだよ、しっかりしろ。世界が私を。